去、現在、未来っていうのでちょっと、うん、あ、テーマがね、この10年、ね、はい、3つ振り返りたいなと思うんですけど、うんうん、10年目にどういうことをしてたかっていうのを聞きたいなと思って。やっぱ最初会った頃なんかめちゃくちゃ田舎臭かったもんねそこからちょっと現在の話に行こうかなと思うんですけど、うん、はいはいはい、まあ、現在私25歳、はい、25ね、になって、まあ、10周年目で、今リカさんの話がすごくて、あのこれから先があるからそんなに大したことじゃないっていうのが、うん、なるほどなって思って、うん、でも私もあの自分で何か催さないと10周年をお祝いできなかったんですよ、うんうんうん、で多分、まあ、乃木坂をやってたから乃木坂も10周年じゃないですか。だからそうだ、やっぱり乃木坂が10周年だからファンの人もすごくお祝いムードになってるから、うんうん、でもなるべくこう私についてきてくれてるファンの皆さんに何かお祝いをしたいっていう気持ちがあって、そういう催し物、まあ、一人芝居っていう、うんうん、見に行きましたよ、うん、ありがとうございます、素晴らしかったです、本当に、はい、なんで、まあ、そういうことを現在はやってるっていう感じ。でも確かに私たち自身がお祝いするというよりかは、ファンの方がお祝いできる何かを作ってあげるっていうのはないかもしれないですね。そういう場をね作るって大事かもね、うん、じゃないと何もしないで終わってた気がするんで、うん、ファンの人のために何かをしなければっていうんで、でももうアイドルも辞めてるし、次は俳優で行くってこう決めて卒業してたんで、はいはいはい、そういうことをしましたけど、すごいじゃん、そういう意味では。だから10周年でね、いい節目迎えられたよね、一人芝居やってというか、もう役者業の方も大活躍じゃない。そう今年舞台5本やったんですよ。そんなにやったの？5本経った。無理じゃない、あれ体力的に。だって2本3本が限界じゃないの、うん、でも体力ついたんですよ、乃木坂の時より体力ついてる。へえ、不思議。舞台もだし映像も今やってるもんね。いや、そうですよ、犯人じゃんあれいや犯人っぽくない、あれ犯人じゃんって言われた。犯人、私もネットニュースで見たら、ネットニュースで見たの、こまが犯人くせえって出たもん出てたもん。やばい、一切表情消してるどっちだ、これはどっちの表情だ、まあ、絶対ね、これバラせないことですからね、バラせないですし、いや、すごいよね、そう考えたら。自分的にもチャレンジな年だったんだね。そう、今年はすごい何でもやらなきゃって思って、うん、もう精神的に落ちる時期もあったし、うん、でもなんかエンタメに救われたっていう期間もあって、うん、はい、だから、まあ、お二人はもう10周年を超えて、うん、次の周年に向かってるわけですけど、具体的にこういうことってないと思うんですけど、うん、どういうふうに考えて活動してるのかなっていう。へー、大人な会話するね。でも聞きたいじゃないですか。いやいや、もちろんいいよ。藤森さんはもう YouTube もやってるし、はい、俳優業もやってるし、リカさんも女優業でやってるし、うん、まあ、リカさんの舞台見に行ったあ、そう、見に来てくれたんです、うん、この間やってた舞台を。そう、お歌とコントと、そう、あれもね、結構私の中ではチャレンジというか、うん、なかなかやらないこと、うんうん、普段歌も歌わないし、舞台もなかなか立つことがないから、ね、なんかそういう姿を見てすごい刺激を受けて、うん、だから、あ、いろいろやってるんだなっていうのを見て、うんうん、今リカちゃんで言うと、やっぱじゃあそう、お芝居の仕事とかやってる時は楽しい？楽しいです。楽しいけど、うん、難しいなっていう局面に、ぶつかってます。脳にちょっとそういう話聞きたい。なんで？やっぱいい話も聞きたい。落ち込む話ってこれさ、はい、共有したいじゃん、うん、まあそうですよね。ああ、落ち込まない人なんかいないんだから。確かに、うん、いや、でもそれこそ私も来年15周年だからこそ、はい、どういう道に進みたいのって言われることが多いけど、やっぱバラエティもやってるし、そういう役者のお仕事もやってるし、どっちがやりたいの最終的にって言われても、はいはいはい、どっちも楽しいからどっちもやっちゃいけないのかなみたいな、ね、そういうことあるよね、ところがあって、はい、楽しいことをしたい私は。あ、まあでもそれが今やってる仕事でかなり、うん、でも楽しい時もあれば、なんか本当に自分何もできなくてどうしようっていう、たまに演技って迷うことありませんか？うん、いや、なんか俺が一丁前にうんとか言うと、誰が言ってんだよみたいな思われそうだけど、いや演技なんか正直俺全く未だに分かってないから、それ聞きたい聞きたい。何、どういう時に迷うの？え、もうなんかやり方が分からなくなる時が突如来るんですよ。あ、これだけやってきた人でも、はい、なんか今までどう自分役作りしてたっけとか、もうそこに関してはもうリカさんに聞きたい。ちゃんと役者業やってるのってほんと3年ぐらいだから。いやー、だって私もバラエティやってるから言うてそんなギュッてしたら少ないよ。いやいやいや、最近何が正解か分かんなくて迷うことの方が多い、うん、でもなんかよく言うじゃないですか、人の数だけ役があって、うん、いろんなアプローチの仕方があって、うん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 、なんか出す方法は何でもいいけど、でも
なんだろう、その前の基礎っていうか、うん、なんかおはようございますのセリフはしっかり伝わってるのかなみたいな、例えば、うんうん、なんかそこで迷う時ある、自分基礎ができてないのにこういうアプローチしていいのかなみたいな。いいじゃない、なんかそういうのも思う。なんかまあそれは一人芝居をやってて、なんか その時間にあの迷いはなかったんですけど、うん、でも今年なんかもうめちゃくちゃすごい先輩たちと一緒の時に一番年下でできなかったから、もう演出家にめちゃくちゃ言われたし、自分自身もズンってなってて、何がいいんだろうなって思ってたけど、結果めちゃくちゃ化けたんで、なんかそういう方法もあるんだなって思ったり、なんか想像力が最近豊かじゃないのかなって、なんかこう本読んでたらもう一個のシチュエーションしか思い浮かばなくて、確かにね、想像力すごい大事だもんね、うん、そう、案が出てこないから、うん、現場に行って違うってなった時にいろんなものを出してくる方とか、テストでいろんなものを試してくる方とか、稽古でいろんなものを頼みす人見てきて、どっからこの想像力出てんだろうみたいな。いや、そう思う時あるよね、すごいなって、うん、藤森さんはどういう風に役作りとか確かに気になる藤森さんのね、だって藤森さん器用にやられてる印象、いやなんか、まあ、そうやって言ってもらうこともあるんだけど、あくまでもちょっと器用なだけで、うん、本当に何も多分根幹のところは分かってないし、で今ちょうど舞台もまたミュージカルやってるから、そうか、そう、舞台の役者さんとまた絡ましてもらうとまた違うね、うんうん、本当に、ね、映像とは違う、その立ち姿、なんか手の置き方とかさ、うんうん、だから勉強ばっかりですよ、ね、毎日同じことしなきゃいけないじゃないですか、舞台って本番は ね、うん、ね、そうなってくるとまたそのなんか新鮮さって何ですかってなるじゃないですか、 あって驚く反応一つでも、もう私は10公演やってんだけど、うんうんうん、この本人は初めてじゃないですか、はいはいはい、それってどうすんのとか、確かにちょっと迷っちゃうんですよね、たまに。なんかでもそれもその大ベテランの人が一個の作品を1年半ずっとやってたことがあって、飽きないっすかそれみたいな、もうバカだから聞いちゃって、うん、いやあのね、毎日やるけど逆に一個も同じ公演がないから、僕なんかアドリブを一切しないし、うん、もう台本のこと一字一句同じことを言うようにしてますと、うん、でその中でやっぱりお客さんが変わることですごくその日の空気だったり、うん、この本当に声の届く方も変わるし、うん、それを楽しみにやってますみたいなこと言われた時に、はあなるほどなっていうふうにも思いましたよ、うん、うちそっち派です。はい、コマそっち派。舞台やってると、はい、なんかその毎回舞台って、まあ、同じじゃないですか、うん、でも毎回お客さんの空気感で変わってて、うん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 、それがめちゃくちゃ面白い。だからここ笑わないんだとか、ここで泣くんだとか違うもんね、毎回全然違って面白くって、ね、で今ドラマやってるけど、ドラマってめちゃくちゃ私難しくて、立ち位置とか、ついさっきやった芝居を覚えてなきゃいけないじゃないですか、はいはいはい、つながりとかで、はい、でうちそれが苦手っぽくて、はい、舞台だと、まあ、毎日つらーって、うん、頭から最後までつらって流れて終わるから、うんうんうん、だから毎日あの昨日と違うことしてもいいけど、うん、映像ってそれできないから、うん、なんかどっちかっていうとなんか動けなくなっちゃう。確かに右手上げてたっけ、左手でやったっけとか分かんない、ね、うん、どっちだっけ、どっちだっけ、そういう難しさあんだね、またね、今それに苦戦してます。あ、すごい、なんか、うん、僕らの時代みたいになってるこんなはずじゃなかったんだけど、ね、何これ、面白い、うちらめっちゃおもろいけど話としてはね、私たち面白いよ ね、いやいやいや、いいんじゃない、こういう話もなかなかしたことないもんね。確かにあんまりないね、3人で真面目な話って、うんうん、まあでも今お互いにそれぞれ今を、うん、それぞれのやり方でこう楽しんでるっていう感じかな、うんうん、そうですね。でも今楽しいですか、ってなると、まあでも苦しいはずっとあるじゃん、うん、あの、うん、もうデビューした1年目からやっぱずっと苦しいもありつつ、うん、あの苦しいことあるからやっぱ楽しいし、なんかずっと楽しい日が続けばいいなって思うけど、うん、多分ずっとその楽しい続いたらその楽しいも楽しいって感じないじゃん、うんうんうん、だからやっぱそのためのちょっとこうしゃがむというか、かっこいい。いやでもめちゃめちゃ今特にきついよ、あの、まあ、お仕事、まあ、バラエティやりながら、うん、今舞台やらせてもらって、うん、YouTube やりながらってもあるんだけど、まあ、あくまでもずっとこうタレント業で今までやってきたんだけど、うん、俺会社独立したから、うん、今、はい、そっか、人を雇ったりしてるわけ、はいはいはい、まあ、そこ考えるっていうのはまたね、めちゃめちゃしんどい。
そうか、どちらかというと藤森さんは挑戦的なことを、今までやってないことをやってる。まあこんなことやめといて言うのはあれだけど、本当にそんなこと考えたくなかったね今思えば。もうやっぱ全部そういうの任せて、こっちはあくまでもプレイヤーでやってるっていうのが一番気は楽かもしれない、ね、うん、誰も後ろにいないから。うわー、すげえ怖い。確かにな、その変なプレッシャーが。私は一人じゃできないから、あの事務所の方にたくさんお願いをして、うん、こっちはだから出役で頑張ってみたいな、うんうん、いやもうそれが正しい形だと思うけどね、うんうん、だから私は一回も事務所を辞めたいとか思ったこともなくて、はいはいはい、結構恵まれていい環境に、まあね、いや、うん、最初から入れたなって、そう、うん、でいい関係を今も築けてるから、別にそこに対しては何もなかったのかな、うんうんうん、いや本当それが素晴らしい、うんうん、ありがたいですね本当にそこは、うん、でもリカさんもこういう人柄だから、まあね、本当本当愛されるだろうね事務所からもね。本当ですか、うん、よくわかんない女ですよ。いや、まあ、プライベートは知らないです付き合ったらめんどくせえのかなとか、そういうのは知らないですもしかしたらね、もしかしたらね、お久しぶりに会ったのにめちゃくちゃいいお姉ちゃん、めちゃくちゃいいお姉ちゃん、ね、なんかありがとう。久しぶりに会ったのに超話してる。そう、さっきさっき話しちゃって。もう女子同士でいたらきっと楽しいし、うん、まあ、リカちゃんもイコマ可愛いだろうし、うん、だけどわかんない、男女の関係になるの。全然遠くてテイスト変わりますけど、はいはい、2人がね、例えば誰かの彼女だったらっていう話は想像したい。俺もそれはさ、可愛がってる2人がさ、どんな感じなんだろうなって、うん、ういう。フリーになったから狙おうとしてんのかフリー、いや全然フリーだから今ね、独身の女性すべて彼女候補ですそれは間違いない、ね、僕からしたら。確かにそうな、はい、全然ありえます。藤森さんが彼氏だったらどう思う？え、あ、いいね、絶対いいと思う。絶対いいよね。あら、え、何その高評価。ちょっと詳しく聞かせて。何、絶対いい、いいじゃないですか。まず優しい、うん、優しい優しい、うん、で尽くしてくれるじゃないですか、うん、まあ、尽くす尽くすまあ、尽くすって難しいけどねまあでもなんか話を聞いてる限り尽くしてくれそうだなって、うん、なんか彼女のことちゃんと考えてくれそうだなって、うん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 、同棲できますか僕と。できはするんですけど、そもそもまずキュンってしてないんでごめんなさい、なんかちょっとエンジンかかっちゃってすごい前のめりなトークにすいません、ま、ですよね。そう、ちょっと一回もごめんなさい、候補として見たことがないすいません、勝手になんか勘違い藤森さん、なんだろうな、はい、なんかもう本当に安心安全のお兄さんだから。いやいや、それはそれはもう今までのイメージだけだから。なんかやっぱチャラ男でやられてたじゃないですか。いや、過去の遺物みたいに言わないでください。チャラ男でやられてたやってましたけども、チャラ男でやってるけど実際ぶっちゃけチャラくないよ。そう、全然チャラくないから。いや、まあ、それはもちろんプライベートでね、うん、そうです、そんなアホみたいなテンションでいませんし、うんうん、だから安心だから、別に私はその彼氏にする分にはすごくいい物件だなと思ってます、うん、なるほど有料物件、有料物件だと思って。不安にはならなそう、変なことはしてないんだろうな。そうそうそう、あ、まあ、別に浮気とかじゃないな。そういう、でもそこが大事じゃん。そう、そこが大事なんだけど、うん、でもよく考えて、うん、つまんなくない？何が？あ、安心安全すぎてつまんない。安心安全すぎてちょっとつまらないのあるかもしれない。なんだ、2人とも過去に浮気でもされたことがあるみたいなさトークしてるけど。いや、本当は浮気とかしてほしくないですよ。ああ、でもつまんないの？でもちょっと危険な香りをする人の方が確かに惹かれる、うん、危ないよ、幸せになれないタイプだよ、本当にそれ。ここもなんか、例えば彼氏できたら絶対浮気しない方がいいよね。浮気はしてほしくないですね、うん、安心安全に行きそう。安心、うちは安心安全に行く、はいはい、で、もし彼氏が1回でも浮気したら、あ、オッケー、バイバイ。うわ、あ、もうそこがきっぱり。お前、いいんだな、もういいんだ。めちゃめちゃ好きなんだよ、でも。あ、無理、うちの方が好きが上回ってても、うん、はい、彼氏が浮気したらもうその時点であなたは私のものじゃないから。あ、そうなんだ。そこははっきりしてるんだ。うちははっきりもうすぐパッてなかったことにはできない。できない、できないんだ。まあ、そりゃそうだ、うん、できない。その浮気でもめちゃくちゃ謝ってくる。いや、本当にごめん、あん時一瞬だけ魔が差したんだ。もうリナしかいないんだ、俺は頼む。やだ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 、はいはい、なんかその人柄で思っちゃう、うん、なんか、あ、約束を果たせない人なんだなとか。あ、あの、全部透けて見えちゃうと。その人がね、浮気するしないじゃなくて、その人の人柄を。なるほどね、そういう人柄の人はもう好きになれない、なれないって思っちゃいますね。なかったことにできないか。え、なかったことにできる。できる。すげえリカちゃんはダメそうだな、許しそうだ。しかも3回まで許しそうだ。そう、3回ぐらいは許す。すごいダメよ、そんなこと公言したらもう次に付き合った人いいんだろ、3回まではみたいになるでも結局戻ってきてくれるんですよ、自分のところに。ダメダメダメ、その考え危ないよ。戻ってくるんじゃないよ、それは。違うんですか、戻ってくるんじゃないの。そういう、どういう、どういう感情なの。いや、こんなこと本当にごめんね、リカちゃん、はい、だから言うけど、はい、
まああいつは何があっても俺がいればまあ大丈夫だからなっつって戻る、結局俺がいないとダメだからなっつって、それはもう優位に立たれてるよね。そうなったら謝るじゃないですか、浮気したと、うん、それは本心じゃなくて謝ってるふりなんですか。謝って結局許した時点でその相手の方が優位に立ちますよ。こっちが優位に立つんじゃなくて、やはり、うん、そう見せますけどね謝ってるふうに見せますけど、すいませんっつって、いやごめんなさい見せますけどねって僕の体験談じゃないです。すごい怖かった、なんかやってんのかなって思いました。やめよこんな話、ね、よろしくないな、ね、こんな話よろしくないですね。やめましょう藤森さんの男性の意見って楽しいよ、ね、楽しい、やっぱ女子と違うんですよ。まあじゃあまたねゆっくりご飯でも行った時にそれは、うん、だって生駒なんてさ本当にその当時はさね、アニメのキャラクターにずっと恋してるみたいな子だったから、いやもうガチでしてたから、この子将来どういう恋愛するのかなと思ってたけど、まあ今はちゃんとこうね、ちゃんと考えられてる、ちゃんとした思考が持てるようになったんだね。そうなっていくと、はい、この先5年は一人で楽しむ。おい、こういうこと言うなってよそうだな、じゃあ40になった時点で、うん、3人とも独身だったらシェアハウスするっていう。いや、やりたい、やりたい、やりたい